それで、P1、P2 が、MNR に入ってて、で、直行にしましょう。そしたら、P1×P2 も直行で、これ何次元、今、二次元の直行行列してますけど、何次元でも同じです。あとは、P インバース、これは実は点地の P1 でいいですけど、これは直行になってますね。それで、いろんな定義があって、P が、MNR じゃなくてもいいんですけど、これが直行というのは、PV、PW が V と W ですね。そうすると、これと使用順条件はいろいろあって、これも2の VW ですよ。これ R2 です、今。それで、大きさが変わらない。これは、2の V ですか。それで、これで使用十分条件はさ、これと、TPP イコール I2 が必要ですね。で、さらにこれから、P の行列式は1で、プラスマイナス1になるんで、正則ですね、もちろん。というわけで、もう二次元については、これだけでも正則必要条件で分かってるから、それを使ってもいいですけど、だから TPP、これですね。こんなもんかな、他なんかあるかな。ああ、そうそう。で、これと同じことなんですけど、P イコール P1 と P2 とこれ2列にすると、P1、P2、大きさが1ですね。で、P1 と P2 の内積が0ですか。こんなふうにどんどん言い換えることができます。それぞれ大事ですね。ただし、これはあんまり使わない。使ったの見たことないけど。それで、あるのかな？よくわかんないけど。で、それで、ちなみに、これからわかるのは、P に対して TP は逆行列ですね。だから、点地の P が、P インバースですね。だから、ここのイコールは、これが出ますね。で、P1 と P2 が直行ですか。それどうやってやるのかな。それで、二通りし、PHP については二通り示しましょうか。どちらでもいいですけど。これを使うのをしましょうか。これでいいや。これでいいや。TPP、これ I2、T の P の P1、P2。これで十分ですね。そうすると、点地は、これ大事なんですけど、点地の P2、点地の P1 というふうになります。ちょっと、わかりづらいですけど、で、P1、P2 ですね。で、そうすると、これとこれかけたら I2 ですね。TP1 と P1 は、かけたら I になりますから、TP2 の2の P2 ですね。で、I に前でも後ろでもいいや。消えますね。消えるって0になるっていう意味じゃないですよ。で、TP2、P2 はこれも I2 だから、これから、この条件を使えば、P1、P2 が直行だってわかります。それで、
くり行こう。それで、どれかというと、どれを使おうかな。これも見えますね。この、その一番保守的なあの大きさ、内積を変えないっていうやつですけど、それでやってみましょうか。で、そうすると P1、P2 の V と、P1、P2 の W ですか。で、そうすると、ここは、P1 が、直行ですから、内積変えない。ですから、P2 の V と、P2 の W が出ます。で、今度は、ここは、P1 が、直行なんで、どうなるの？P2 が直行なんで、V と W ですね。で、これが2の VW で成立すると。で、成立するんで、P1、P2 は直行です。それで、なんだろう。で、じゃあ2番に、というか、次、P1 の点値ですか。これを示しましょうか。これはまあ、どうやらいいんだろう。どうだっけ。これから、ちょっと整理することを言うと、点値の P1、P1 イコール、P1 の点値の P1 が I2 ですね。それで、まあ、これを、どうすればいいんだ。そうすると、で、示すのは簡単な条件にしましょう。これを示せばいいわけね。そうすると、点値の点値の P1 と点値の P1 は、で、点値2回すると元に戻るのはいいですね。で、そうするとここが、これが使えて、これ I2 ですね。点値の P1、これはP1 インバースですけど、は直行であることがわかります。が分かります。まあ、これがこんなもんかな。